東赤坂駅っていうところがあってね、まあ世の中にはもしかしたらこの東赤坂駅とね、美濃赤坂駅をね、間違えてね、来てしまう人もいるかもしれません。今回はそちらの間違えちゃったっていう感じではやりますね。単純に駅間散歩をやります。ってことなんで、万一ね、東赤坂駅と美濃赤坂駅をね、間違えてしまった人が、美濃赤坂駅にね、行けるように、うちが散歩しようやないかというわけでございます。まあちょうど散歩日和ですね。で、ここに、ゴールド町ね、グッドタウンみたいな、だけど、ゴールドですね、ゴールドタウン。出てます。ゴールド町の案内には、出てないね、東赤坂駅から北ゴールド駅、広ゴールドか、広ゴールド駅か、の方のね、やつしか載ってないですね。これ、その先にあれですね、北ゴールド駅があって、北ゴールド駅はうちの、動画でも言ってますね。めっちゃ綺麗な図書館があるとこですよね。そうそう。っていう感じでございますね。この地図で行くと、この至る大垣って書いてある、こっちの方面に行くと、いいみたい。なのかな？ちょっと待って、地図で見とく。何様かなんか来てるからね。特に調べもせず来てますからね。またいつものごとく。そうですね、こっちの方行ったらいいみたい。なんならその川沿いをずっと行くと結構いい感じで行けるみたいなのかな。はい、南知多の小学校になっています。まあ早速行きましょう。あ、駅間散歩って形かな。行った先でうまくと電車があるのか怪しいんですけど、本当はこれやるんだったら美濃赤坂駅からやった方がいいんですけどね。あっちの方が電車がシビアなんで。で、この川沿いに歩いてることあるのかな。あ、ちょうど橋の上にこれもあるから、これ渡れる、渡れる、よし、OK。 この川沿いに行ったらいいのかな。一貫路運転すごいですね。めちゃくちゃ歴史ありそうな感じですね。あ、そうだ、電池交換しとかなか。今交換して冷静に見てみて気づきましたけど、この先歩道はなくなんだって。ちょっとなんか堤防沿い歩くの危なそうなんで、こっちから行こう。やっぱしバッテリーはもうバッテリーでこの場合ですよ。これでこっちの筋でもいいのかな。でもさすがにちょっとただの住宅街っぽいですからね。まあうち、お前が何を言うって感じですけど。何回そういうシャバいところ行っとるんやっていいね。まあ郵便局もありますし。あの辺りも通学路って言ってます。あ、そっか、そこに小学校あるってなってましたもんね。なるほどな。ここは赤坂スバンの勧誘局か、勧誘局なんだ。フレントニューヨークじゃん。いろいろあってね、歩道は向こうの方にはちょっとでかいのがあるんですね。渡ってしまった。うん、赤坂って駅の案内入るのかな。よし。そうだ、こっち行った方がいいのかな。駅の方角的にはこっちの方のはずですかね。いけるのかな、わかんない。普通の住宅街っぽいな、こっちは。町名は青木町になる。あれ、伊比鉄道、伊比鉄道じゃない。さっき乗ってきたのはあっちだ。
垂水鉄道ね、垂水鉄道、あれ結構先の方の駅名って乗ってみないと気づきませんでしたけど、かなり変わった駅名多いんですね。その先に行くの交差点行ったら良さそうかな。その先の道にトンと行ったらいい感じっぽいな。美濃赤坂の周りは車では何回か来てるんですけどね、全然歩いたことない。そこのプランは前洋田鉄道ターミナル駅完全制覇の旅でやった時も一回ちょっと途中でやろうかなと思ってたんやけど、結局暑かったんですよね。で池田なたりでだいぶ歩いたんで、歩き疲れたんでそのまんまスルーして大垣まで寝落ちしてましたもんね確か。うん、そう、本当はね垂水鉄道のねシリーズでのねやつで撮ってたんで、そこでねどんどんやりたかったんですけど、まあいかんせん桜の時期で混みまくってましたんで、ね、ちょっと途中でパッと降りて一回降りると、ちょっといいなんとか座れましたんでね、多分これ途中から乗ったらもう絶対無理だね。で何て言うかいいの、時間的なこと考えるとこれから先これから混んでくるよねっていう、感じだったんで、うん、ちょっとさらにもうすでにだいぶ混んでましたからね、これは回避した方がいいかなということでね、また改めてね、何も一回しか来てはいけないというルールはありませんからね、何回一日フリー乗車って、ライドの便利ですからね、パッと買いますもんね、うん、ですのでパッと買ってしまえばいいので、何もまた来ればいいと、うん、まあ、なんならこっちはこっちでね、何も、養老鉄道も一日乗車券を買ってあるんで、別にこっちの方にフライト来たからって、なんか、それで損するわけではないですからね。うん。フリーキップの合わせ技ですからね。さあ。これは右に曲がったらいいのかな。何も分からずにただの住宅街をカメラ持って歩いてる口のおっさんですからね。ここに音が出る。いっちゃー。こういうとこはね地図を見ればいいんですよ。私にはね、Google マップというね、素敵な文明のデッキがありますからね。皆さんは知らないかもしれませんけどね、この Google マップってやっと見たらればね、現在地がわかるんですね。あ、ぴったしやん。なんなら、ドンピシャぐらいやん。あ、このまんま、橋、ちょっとそれ、あ、そこに、川沿いの道がある。この川沿い行ったら、ちょうど最短で行ける？あ、最短で行けるな。最短で行けるけど、この最短楽しいか。え、でも桜並木ありそうだしな。うん、最短がいい、最短がいいよ。うん、よし、駅、あ、じゃない、行きすぎるんだ。ここをもう街道沿い行った方のがいいんだ。なるほどね。うん、危ない危ない、オーバーランスするところだった。よし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 、なんて読むんやろ、枝里四号かな。